東京ミルクベイビーズ。あ、お願いします。いや、もう今日は10月20日の土曜日なんですけど、もう1ヶ月切ってますからね。ちょっといよいよって感じですね。いや、まだちょっと準備してまだまだちょっとまだダメなんで。いや、ダメっていうか、まあちょっともっとこう積み重ねていきたいと思います。やる気ありますね。いや、これ目標はですね、いや、まあワンマンライブに関わらず、まあ客席にいる人たちに何かこう何か思ってもらい、まあ楽しむでもいいですし、なんだこれはでもいいですし、なんかまあそういう何かを感じてもらえたら。いや、伝えたいことはないですね。いや、伝えたいこと、いや、それがですね、自分でも分かんないですね。まさかバンドを組むことに なるとは思わなかったので。まあでも本当、ま、メンバーの皆さんのおかげって感じですよ、はい。今日は茨城県の日立市からやってきました。まあ、お昼12時間のライブですから、まあ行きやすいかなと思います。よろしくお願いします。シャインマスカットカッティングヨーヘアファイサイ。